ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだ。あやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ消し、共に誓ったは神妖が融和して暮らせるよう。霊石を集め、横島な者の悪用を防ぐは誓いを果たすため。後で払ってもらう。